F0 は部屋を明るくしてテレビから離れてみてくれたまえ。今までのレースで必ず上位に食い込み、しかも利用しやすいパイロット。ん？おっ！やあ、スーパーアローのファンの皆さん、お待たせしたね。おっしゃん、おっしゃん、レースでもないのに観客がいるはずない。いや、このスーパーアローが現れるところファンの黄色い声援が飛び交うはずだ。さあみんな隠れていないで出てきなさーい。ありえないことだ。あ、そうそう、今日は遊びで来たわけではない。スーパーアローといえども日々の鍛錬は必要不可欠だ。特訓、特訓、まだ一回も勝ってないぞ。あれは確かリュウ君のマシン。なるほど、ドリフト走行の練習か。練習熱心はいいが、まだドリフト走行もできないとは。どれ、私が。見ていなさい、リュウ君、これがドリフト走行だ。いいよ。参考になったかな、リュウ君。君も努力次第ではこのスーパーアローのようなドリフト走行ができるようになるぞ。どうだったルシー？スピンの回転速度と方向性がいまいちですね。新しい技を生み出すのも結構しんどいな。ま、今日はこれぐらいにしておくか。ということで、約束通り食事おごってくださいね。はいはい、どこでもどうぞ。なるほど、新しい技ね。泣いてる、泣いてる。これはいかん。どうしたんです、お嬢さん。いえ、別に。私は決して怪しいものではありません。 F0 の領主、 F0 のスーパーヒーローと誰もが呼ぶあのスーパーアローです。そう、君にはその笑顔がふさわしい。すみません、
なんだか心が軽くなりました。うん、あの、なんだい。遠慮はいらない。このスーパーアローに何でも話したまえ。はい、私の父は F0 マシンの優秀なメカニックだったのですが、新しいマシンを作るために悪い人たちの口車に乗せられ借金を重ねて、うん、いつもひどい目に遭うのは善良な市民なのだ。マシンはできたのですが借金は莫大で、返済に追われた父は過労で死んでしまい、残ったのはマシンと借金だけ。もうどうしたらいいのか。涙を拭き、いい方法がある。君がお父さんの片身の F0 マシンに乗って優勝すればいいんだよ。そうすれば借金も消える。きっと天国のお父さんも喜んでくれるよ。でも私なんかの力では。このスーパーアローがいるじゃないか。ありがとう。美しい涙だ。その涙が乾いた時、君は希望を見るだろう。お嬢さん、スーパーアローに恋をしてはいけないよ。なぜなら私は妻を愛してる。ミセスアローが怖いんだろ。で、君の名前は。ソフィア。ソフィア、いい名前だ。この不幸なソフィアの未来は私のハンドルにかかっている。スーパーアロー様、今日はどういたしましょうか。いつもの。かしこまりました。よくいらっしゃるんですか。我が家のキッチンのようなもんだからね。リュウさん、ここここ。なんか高そうだな。F0 のトップレーサーが何を言ってるんですか。あ、はいはい。値段を見ただけでワクワクしちゃいますね。俺はドキドキするよ。もう。リュウさん、あそこ。相手の人、奥さんじゃないみたいですね。ま、スーパーアローも人気者だからな。いろいろあるさ。もしかして、浮気？うん。あ、あの女、ミスキラーだ。ここじゃまずいですよ。もう少し様子を見てみましょうよ。だけど、ちょっと失礼。ん？浮気の現場見っけ。ドキ！私は何もやましいことはしていない。あの女はダークミリオンだ。近づかない方がいいぜ。何を言っているんだ。彼女のことを知りもしないで勝手なことは言わないでくれたまえ。知っているから忠告しているんだよ。確かに君は私の親友だ。だが親友でも言っていいことと悪いことがあるだろう。いつから親友になったんですか。そう、彼女は不幸にもめげずに懸命に立ち上がろうとしている。それを助けるのはこのスーパーアローの当然の役目ではないか。さらばだ友よ。お、もう勝手にしろよ。スーパーアローは決してトップレーサーではないわ。でも何の意味もなくミスキラーが接触してくるとも思えない。ダークミリオンのことだ。またスーパーアローのマシンに爆弾でも積み込んで竜のドラゴンバードにぶっつけてくるんじゃねえか。なんで俺なんだよ。前に狙われたんだろ。そのパート2だよ。怖いです。ダークミリオンならやりそうですよね。レース前のマシンのチェックは厳しいわ。爆弾は不可能よ。じゃあ何なんだ狙いは。すぐに逮捕しちまおうぜ。もう少し泳がせて敵の作戦を見ましょう。竜、ルーシー、いい？二人の動きから目を離さないで。了解。了解。しかしどうすればソフィアに勝たせることができるのか。そうだ、まだ完成していないリュウ君の技をこの私が先にマスターしたら。出た、今世紀最大の必殺技、スーパーアロータイプスピン。これが出たらもう優勝間違いなし。さあ行きたまえソフィア、ゴールが君を待っている。ありがとう、スーパーアローさん。噴射のゴール！これだ。スーパーアローの情報ですか。何でもいいんですけど。さあ、
バートさんを困らせちゃダメだよ。え？マスターが何でもペラペラ喋ったら信用がなくなるだろう。そうか、ごめんなさい。ご理解ありがとうございます。でもお客様のご要望に応えるのも大切なんだよな。スーパーアローは奥さんが怖いらしいよ。本当かよ。じゃあ彼女のことがバレたら血の雨が降りますね。ん？スーパーアロー参上。はあ？いやあ、リュウ君、探したよ。会えてよかった。俺もあんたに話が。あの女がパイロットだということは知ってるよな。うん。父親を亡くし、借金を返済するために次のレースに全てをかけている。これを聞いて正義の味方のこのスーパーアローが協力を申し出るのは至極当然のことだろう。はあ？そんな話信じてんの？何回も言うようだけど、あの女はダークミリオンなんだぜ。あんたは利用されてんだよ。信じることができない人は不幸だ。これ以上話しても無駄だな。スーパーアローさん、リュウさんに用事があったんでしょ？ここは一つ大人の度量の大きいところを見せないと。リュウ君、このスーパーアローがタイフーンスピンを完成させてあげてもいいんだが。え、タイフーンスピン？なんでしょう。なんと勘の鈍い。リュウ君が練習していた技のことだ。もしかしたらリュウさんの新しい技を教えてほしいってことですか？まさかね。かっこ悪い。ね？ごめん、教えてもいいんだけどまだ完成してないんだ。え？そうか、悪かった。ではさらばだ友よ。わけわかりません。ライバルに頼るとは何という失態。スーパーアロータイフーンスピンは私のパイロット人生をかけて完成させてみせる。よし、スーパーアロータイフーンスピンだ。ダメだ。おっさん、おっさん、情けない。ソフィア、私のために練習を。新しい技がもうすぐ完成しそうなんだよ。100年かかるぞ。私の技も試してもらえますか？父が残してくれた技なんです。あ、でも有名なスーパーアローさんにやってもらうなんて失礼かな。どのように使ってもらっても結構。スーパーアローはいついかなる時も人々の手足となって働くことが喜びなのだ。これは？父が残してくれたシミュレーションです。これはすごい。まさにサンドイッチだ。お役に立ちますか？感動した。この技をサンドイッチバーストと名付けよう。行くぞ。はい。のためにキングメテオが。いや、どれだけのダメージを受けるのかわざと試してみたのだ。ところでサンドイッチだとすればもう一枚のパンが必要だな。やってくれるようなパイロットはいるでしょうか？任せなさい。さあ、もう一度練習だ。キングメテオよ、つらかろう。だがお前の傷はスーパーアローの傷でもあるのだ。ひどいな。何も言わなくても来てくれるとは、さすがは心の友だ。ただぶつけただけとは思えませんね。あの女のせいか？ソフィアのことを悪く言うのはやめてくれ。ソフィア？リュウ君、今度のレースではサンドイッチのパンになってもらうよ。なんだよそれ。
ただ信じてくれればいい。それが友情というものだろう。リュウさんがパンになるってどういうことなんでしょう。知らないよ俺は。ドラゴンバードとキングメテオが何か共同でするということね。一体スーパーアローは何を考えてるんだ。簡単だよ。スーパーアローは花から優勝は狙ってねってことだろ。自分を犠牲にしてあの女に勝たせるってことか。なんか感動しちゃいますね。リュウ、ジャック、レース中二人の動きに気をつけて。あの女の狙いは何なんだ。さあいよいよゴミ出すサーキットスタートを迎えます。運命の時が近づきました。果たしてこのレースを制して賞金を手にするのは一体どのマシンでありましょうか。時間とともに路面温度が変わるためメカニック泣かせと言われているここゴミ出すサーキット、おまけに突然の砂嵐に襲われる危険極まりないコースでもあります。ドラゴンバードとアストロロビンがぴったりとマークしております。さあ早くもレースは終盤を迎えました。おっと砂嵐です。巻き込まれる前にゴールできるのか、安全地帯にエスケープするのか、レースを取るか己の命を守るのか、パイロットは瞬時に答えを出さなければならないぞ。やつら何考えてやがる。俺は前で待ってるぜ。おっと待ちきれないようにアストロロビンが前に出た。いよいよレースは大詰めです。リュウ君、正義のパンになってもらうぞ。何なんだよ。よし、今だソフィア、幸せに向かって突っ走れ。サンキュー、おばけさん。なんと運車もものすごいスピードでトップに躍り出た。見たか、リュウ君、これこそサンドイッチバーストだ。くそ、勝手にパンにするな。リュウ君、大人気ないぞ。あのな、ドラゴンバードもものすごいスピードで踊り出た。あのマシンは一体。ハニー、どうして。ダーリン、正義の味方はフェアにね。おお、ハニー。あー、恐れていた砂嵐の直撃、見えない、前が見えないぞ。逃がすか。邪魔よ。あー、マシンが次々とクラッシュ。しゃー、アローを利用するなんて。話を聞かせてもらうぜ。さてどうかしら。ミスキラー、また会いましょう、リュウ・スタク。ハニー、すまない。実はダーリンは正義の味方として信じたことをやっただけなんでしょ。ハニー、ソフィアは優勝できなかったんだな。
かわいそうに。ソフィアの涙に嘘はなかった。優しいのね。そこがダーリンのいいところよ。今度は私に優勝プレゼントしてね。任せてくれ。愛するハニーのために私は走る。私はあの夕日に誓う。流した涙も凍てつく痛みも全てを掲げて胸を張りたい。どんなに小さな存在価値でもマスク前だけ見据えてみせる。いつか見た違う場所たどり着くは奇跡まで。あらあら、悩めるリュウ君、どうしたのかね。ジョディに休みをもらったけど、どう過ごそうかと思って。え、休みの過ごし方それはな、うん、優雅に、華麗に。優雅に、華麗に寝て過ごす。次回、F0 ファルコン伝説、優の華麗な休日。君の心に、ブーストファイヤー。今日の F0 ファルコン伝説は面白かったかな。ファルコンポストにおはがきたくさんありがとう。大阪市のペンネームリザードン君からの質問。どうして F0 マシンはあんなに速く走れるの？うん、それはね、重力子ジェネレーターを主動力とする G ディフェーザーで、あ、わかりやすく言うとだね、車に似てるけど、その中身は宇宙戦闘機と同じシステムで作られた全く別の乗り物なんです。昔に例えると自動車がスペースシャトルのエンジンで動いてるようなものなんだ。だからあんなに夢のように速く走れるんですよ。他にも何か質問があったら何でも先生に聞いてください。それではごきげんよう。